んでこういう感じで、もう少しこちらで回すイメージがいいかな。やっぱりツーシームはやっぱりインサイドから、おー、オッケー、おー、オッケー、今のでいい。太田貫太です。森山ボーイズから来ました。球が遅いので打ち取れる球が欲しいです。得意な球は何が？ツーシーム、スライダーとか。ツーシームス、まあ結構こう動かして打ち取っている。じゃあ低めに投げるってことが鉄則かな、ね。なるほど、面白い、面白いな、分かるな、もういかにも動かすぞっていう投げ方やな。なるほど。僕の大学時代にこういうピッチャーおったけど、そっくりな投げ方とか、器用だったな、そういうピッチャーは。決して身長高くなかったけど、本当にパーム投げたりとか、不思議な変化球投げるピッチャーだったな。結構完成度あるよね、でも。そんな打たれないでしょ、でも。浮いたら、あ、ほんと。ちょっと向こうから見ていい？基本はいいんだけど、その打たれるっていう一つにはちょっとテイクバックがこっちに入ってる分、バッターが追いやすいのかなっていうぐらいかな。それぐらいだと思うけど、バランスすごくいいと思うんで、ちょっとイメージ、これもイメージ、肘の使い方がここでこうやって回してきてる感じ、わかる？自分でこういう感じで、もう少しこちらで回すイメージがいいかな。できると思うんだけど、キャッチ、まあそんな全力投げなくていいから。で、それの一つの理由としては、若干やっぱちょっと突っ込み気味なんよ。ここから突っ込んでこういう風に来てるから、あんまりここ、こうやって入れる、こういう風に、こういう風に入れすぎるとこっちに来るっていうのもあるから、だからそこのバランスやから、そのすごい右肩だけが入ってるってわけじゃないんで、もう少し直線的に、もっとこうシンプルでいいかもしれない。こう多分だから、その打たれやすいっていうのは、あの球速とか球威がないとかいうわけではなくて、本当にちょっとこうバッターから見ると追いやすいっていうのかな、動きを。多分それぐらいだと思う。基本バランスとか器用さはすごく見てて分かるんで、まあね、確かに変える必要もないかなって。ツーシームとか投げてみる？まずストレートいきましょうか。ストレートで、今とその前何が違うと思う？今良かったでしょ。この方を見てごらん。その前の方が体重前行き過ぎとる、突っ込み過ぎとる。ちょっとこう来て突っ込み、もうこう、ま、もうどん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 下半身が前へ前へ行き過ぎてる分、最後力が伝わってない。今の方にこう、もともと前へ行くんだけど、それをちょっとこう構えるっていうか、反発で受け止めれる中でこう行くのがいいけど、そのまま流れて投げるっていうのかな。軸がもう追い越そうとしてるんだよね、足の上が。これだとやっぱもうパワー伝わりにくいから、ちょっとだけこう我慢すると
今は良かったと思う。いい。いい。今のような感じ。そういう感じ、そういう感じ。ほんで、球が浮きやすい時っていうのは、体が突っ込み気味で、低めにしか行かない時っていうのはこう、逆に前に体重が乗らなさすぎっていうパターンが多いから、だから今あの最初ちょっと意識してワンバンしたっていうのはこれは成功なのね。うん、そういうことです。そう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 。ツーシーム行く？はい、ツーシーム。うん、ちょっと肘下げたな。ちょっと大きすぎるかな、手の動きが。横にストレートと同じような腕の振りでツーシーム、なるべく。せめて今の高さだね。うん、せめて今の高さだね。言ったらできるからすごいね、そうやってね。俺バッターってね、分かるんだよね、なんとなくさっきと腕が違うなとかいうのが分かるんで。そういうところもあるから、ツーシームを投げるイメージが自分はどうなったのかしたけど、こういう腕の使い方してるかな。やっぱりツーシームはやっぱりインサイドから切っていかないと、外からはあの良くないんで、やっぱツーシームも内から外にこう行くっていう感じ。これじゃあね、多分ね、落ちてるよ、まあ、シンカー気味に落ちてるようかしてるけど、意外とこれも腕が緩んだりとか、そういうことも起きるんで。そう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 、素晴らしい。太田君のパターンは低めに集まって、ストレートと同じような軌道からちょっと曲がる、そういうので打ち取っていくべきだと思うのね。何かこう高めのストレートを見せてそこっていうよりも、まんべんなくそのバッターの目線を下げとる中で、あ、これストレート甘いのが来たなと思ったら、気がつけば落ちてるとか。だからいかにこの腕を振りをストレートに近づけるかっていうところが重要だと思うんで、そのパターンにはまっていった方がいいかなっていう感じが。変化球大きく曲げよう、大きく曲げよったら意外と落ちてるかもしれないけど救われるとかあるんでね。うん、あくまでもストレートと十分だと思う。それで、じゃああと1球ストレート、ツーシーム、どっちいきますか。ツーシーム、ツーシームいきます。おー、オッケー、おー、オッケー、今のでいい。ツーシームはそんなにさ、ストレートみたいに体突っ込んでいかない。このバランスでストレートも行きたいな。自分でちょっとダメな時っていうのはこうしてこうってこうやって行ってしまうっていうのは、何一つこう左の股関節だとか体重の、あの足に体重を受け止めてないなので、たとえこう行ってこういうふうにこう行ったとしても、ここでグッと止めてで投げていくっていうのはいいけど、これと同時にこういってしまうと、あの、まあ、ここの負担もかかってくるし、ね、ナイスピッチ。どう？いつもと違うナイスピッチ。うん。なんか、キレ？キレ。うん、あ、いや、いいよ、よかったよ。ツーシームも、まあ、一番最初はちょっとこう、すごい遠回りしたけど、その後なんかもう、完全にものにしたかのような腕の振りしてたし、まあ、素晴らしい。東急、はい、次どうするの？高校は甲子園目指すでしょ？はい。もう体は決して今大きくはないけどね、そのプロ野球の世界でも大きくない、ピッチャーでも十分活躍しているピッチャーもいるし、ヤクルトの石川君もね、
こう変化球をしっかり腕を振って変化球を投げるピッチャーだし、プロも目指すんですよね。はい、目指しましょうよ、ね、いけるいけるね、引き続き練習して頑張ってください。はい、ありがとうございます。